ません。何やねん、投げるねん。すいません、開けちゃっていいですか。何や、大声で怒鳴り始めた。さらに、おい、ババアグルあ、あの、何するっけ。ブチギレ症支援センターの者です。すいません、何開けちゃいますね。帰るね。扉の向こう側から粗暴な言葉をぶつけてくる。スタッフが恐る恐る扉を開けると、姿を現したのは30代中年の男性だった。ちょっとお母さんの方からご連絡いただきまして、今日お伺いしたんですけど。あの子は何してんの。様子をちょっと。おい、大丈夫です、大丈夫です。ババ落ち着いてください、落ち着いてください。会話が成立しない。大丈夫です、落ち着いてください。息子さんが30歳になっても外に出ないし、働かないから不安だ心配だって言って連絡があったんですよ。で、いや、本人的には働こう、働こうという気持ち。落ち着いてください、落ち着いてください、落ち着いてください、落ち着いてください。いかんぞ、怒らなくて大丈夫なんで。お前ら飲まないには引っかからんぞ。僕たち味方ですよ。ブチギレ症というよりはもはや薬中。落ち着いてください、落ち着いてください。優しい人たち。そうですよ、もう30歳じゃないですか。外って働くとこいっぱいあるんですよ。これまでもたびたび息子は自立して家を出ていくと約束してきたが、それが守られたことは一度もなかった。もう嫌なんですよ。何かあったんですか。差し支えなければ教えてほしいんですよ、お兄さんに何があったのか。お前に話せるようだったら教えてほしいです。お前に俺のことを教えろ。無理しなくてもいいですよ。無理に話さなくていいです。話さなくていいです。落ち着いてください、落ち着いてください。大丈夫です。ふざけてるね。大丈夫ですって。大丈夫ですから。訪問から4時間後、ようやく落ち着きを取り戻した息子は部屋の外へ。